砂糖の世界史は血塗られたた歴史でございましたこの本は2つの論と説によってまとめられた本でございます一つがですね世界システム論というのがあります近代の世界を一つのつながりで説明しようという論でございますそれに人々の暮らしの実態ですねどういう生活を実際してたのかここで戦争が起きてとかじゃなくて不正の人々はどういう生活をしてたのかっていうのを、まあ、物とか慣習とかで説明していく。 そそしてその世界システムの歴史人類学の一つの軸にしたのが砂糖なんですね。でなぜこの砂糖を軸にすると世界史が語れるのかと言いますと砂糖っていうのはとにかく世界中で求められていて世界中で人気あるんですよ。これを本書では世界商品という、ね、言葉で、ね、まとめているんですけどもそしてこの砂糖の取引によって世界史が動かされていく 国の繁栄がもたらされてきたなので砂糖を軸にすることでこの近代の世界史を、えー、説明できるわけですどうも皆さんこんばんは新書と一緒のお時間です新章大好き芸人のえ私リップグリップ倉田がですね新書を紹介していきたいと思いますどうぞよろしくお願いします今回ですね紹介する本で「砂糖の世界史という川北実さんが書かれましたこの本がですね岩波 ジュニア新書というところから出ているんですよあの中高生向けに書かれている本でございますでこれ1996年の、えー、7月22日に出ておりまして現在まで43冊ですねすごい読まれている本ですねこの本ですね特装版なんですよね新しい表紙、まあ、このピンクの表紙ってそう特別版なんで特装版なんで出たやつなんですけども最近3冊出まして本当にみんなに読まれていて現在まで 読む価値のある本1000点に迫るラインナップの中から全世代に読んでいただきたい本を特装版として出された本の一冊でございますなおかつこれやっぱジュニア新書子供向けに書かれている新書でで子供向けの本ってやっぱ侮れなくて中学生ぐらいのまだ初学の世界史とかもまだ学びたての人向けに書かれてますからまあ、とにかく分かりやすく書かれているとで大人向けの本に比べて細かい内容とかを省かいて とにかくでっかい筋で書いてくれるんでかなり骨太な本が多いですよねすごい頑ンのあるわかりやすい変異な文章で書かれてるんでそれを読むということはやっぱり大人ににななってもすす。ごく勉強になるわけです <music> 砂糖っていうのがの今ある甘いものとしてデザートとして食べたり清涼インドスに含まれてたりみたいなこと以外にやっぱ砂糖がその世界中に流通する前 っていうのもあるわけですその以前の話から、えー、砂糖の説明をしていきたいと思いますまずやっぱり砂糖って貴重なものでした昔は薬として使われている面が多かったわけですで16世紀以降のヨーロッパではですねその砂糖を切らした薬屋のようなという慣用句がありましてこれ意味合いとしては何もできねえって意味なんですけれどもどういうことかって言いますと、まあ、砂糖は本当に何人でも効く薬だと思われたんですね昔は栄養価の低い ギリギリの詳しをしていてそんな中でまあ砂糖を舐めたら病気が治ったみたいなことが多かったでしょうからまあ、砂糖は本当に重要な薬として重宝されていたわけですなんか面白いのは砂糖は食べ物なのかそうじゃないのかみたいな話とかもあったりしてその12世紀イタリアでですねトマス・アクイナスっていうね大神学者がいましたで、その12世紀のイタリアでも砂糖っていうのがねまあ、薬として重宝されていたんですけれどもその 砂糖を断食食のの間に食べててもいいいかっっう議論があったそうです12世紀にその時のトマス・アクイナスの結論としては薬だから断食食中も食べていいえそういうねお話が出てきてお坊さんがねうさぎを1羽2羽と数えて鳥だから食べてもいいみたいな話とね同じで薬だから断食中も飲んでもいいんだよみたいな言ったり、まあ、薬としてそして高価なものとして世界中にあったわけです。 で砂糖ってやっぱ結晶化されててなおかつ白くてめちゃくちゃ綺麗なんで富の象徴でもあったんですよね。11世紀のねエジプトのスルタンなんかは砂糖で作るデコレーションによっててて富を示しいいたと言われています実際その11世紀のスルタンは7万キロの砂糖を使って祭壇に実物大の樹木木を作ることによって自分の富を示したそういうね記述もあったりなんかして富の象徴でもあったわけです。 でちなみにそのデコレーションで乙女を示したのの名残として今のウェディングケーキなんかも実はあるみたいでののの中でで砂糖をたたたくさん使っっもももとというものも象徴としてあったわけですお金持ちとかそういう人だけが口にできるものだったのが17世紀プランテーションつまり植民地政策によって一気に情勢が変わります。 17世紀にですねカリブ海でサトウキビ畑を栽培するだけの植民地が一気に広がっていきますそのプランテーションによってサトウキビだけを栽培するそういう国がどんどん生まれてくるわけですでそのサトウキビを貿易によっていろんなところに売るもしくはヨーロッパに持ち込むことによってサトウキビ商人っていうのがどん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 富を得ていきます それが三角貿易です。ヨーロッパにおいてえ商人は綿布とか鉄砲とかビーズとかを船に積み込んでまずアフリカに行きますでそれで持ってった商品でアフリカで黒人奴隷を買ってでその黒人奴隷をカリブ海に持って行ってそこで砂糖とかもしくはねタバコとかを作らせてそしてそのタバコとか砂糖とかをヨーロッパに持ち込んで富に帰るでこの三角貿易で一番儲けたのが 佐藤貿易商人だったんですどんぐらいも儲けたかって言いますと普通国民地とかに行って儲ける人はその現地で豪勢な暮らしをしたんですけども佐藤貿易をやっていた商人たちは儲けすぎてヨーロッパに帰ってくることすらできたんですねでしかもヨーロッパ内でめちゃくちゃ豪遊していて当時の国王すら驚かせるような豪勢な暮らしをしていたんですこうやってプランテーションによって佐藤の貿易 っていうのが広がったおかげで金持ちとかがガン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 増えていったっていうのが17世紀なわけです <music> そうやって砂糖によって儲けた商人たちがたくさんいたのがイギリスでしたでそのお金によって行われたのが産業革命だっていう説もありまして。 産業革命は単純にそのシステムが新しかった以前にそれを始めるための資金がどうやら植民地によるプランテーションによる砂糖の栽培貿易だったと砂糖がイギリスに来ましたその砂糖がどうやって需要されていたのかここはまあ世界のね授業ではなかなか語られないところなんですけれどもメインとしてはまずお茶が挙げられますつまりそのお茶は中国で栽培されてで砂糖はカリブ海で栽培されて。 中国はイギリスから見たら東の端ですしカリブ海はリスから見たら西の端なんでもう世界の端と端から輸入してそれを一緒に入れて飲むというのが、まあ、イギリス貴族たちの一番の豪勢な遊びだったわけです。で他にもね砂糖がどうやって世界史とか文化を動かしてたかっていう点で言うとコーヒーとかチョコレートとかもあります。アメリカなんかはねコーヒー文化なんですけれどもこれも砂糖を使って美味しく飲むそうやってその飲み物の文化とかがどん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  広がっていくわけですね。で、このコーヒーっていうの,の文化がその歴史的になぜ重要なのかっていうのの説明とかも書かれてて、ボストンティー・パーティー事件っていうのが世界史とか出てくると思います。まあそういうのをきっかけにアメリカは独立に向かって動いていく。で、これもなぜかっていうと、お茶を飲む文化がイギリスであって、でイギリスからアメリカに行った人がそのイギリス人の上流階級の暮らしをすることがアメリカでも スステータスにつながっていたんですだからお茶を飲むようにアメリカでもなったんですね。ただ、アメリカにお茶を輸入する上で、関税をイギリスにもよこせと言い出して、いや、そんな関税渡してらんねえよ、みたいな。自分たちがお茶を飲むのにイギリスになんで金払わなきゃいけないわけっていうところで、お茶を海に放り投げて、お茶なんか飲んでたまるかっていうことで、お茶じゃなくてコーヒーが飲まれるようになった。で結果的にコーヒーヒとか 最終的にはまあコカ・コーラの国になっていた、まあ、そこの全部に通じるのがまあ砂糖ですよね、まあ、他にもその砂糖を入れた飲み物でいうとチョコレートなんかも出てきてスペインとかで流行ったんですけれども面白かったのはチョコレートがちゃんと飲まれてでなおかつ僕らが知っているチョコレートが流行りだしたのは19世紀になってかららしいんですよ1820年代にオランダの万宝天社っていうのが粉末チョコレート いわゆるココアです、ね、ココアアでですすねのの製法の特許を取ったそうですだから今ある万宝ンホ店っていうのは本当にココアを作った会社なんだっていう。でなおかつ、えー、1847年になって固形チョコレートが生まれて1875年にミルクチョコレートが生まれて1878年には日本で売り出していったっていうところとかもちょっと面白いお話でございました。 あとはですね、日本においても砂糖が重要な歴史を犯した原動力になっていて、日本においてサトウキビをね栽培していたのはまあ沖縄とかなんですけども、その砂糖の専売権を持っていたのは薩摩藩なんですよ。で、砂糖はめちゃくちゃ売れるんで、とにかく儲かったわけです。その専売権を持っている薩摩藩っていうのは、やっぱ強くなっていくわけですね。言ってみると、明治維新が起きる、 まあ原動力の一位になったのがまあ砂糖だということもでできるわけです、まあ、こうやってその砂糖が世界をどうやって動かしててどうやって文化を生み出していったのかっていうお話およびですね奴隷っていうのがどういうふうに使われていたのかみたいなお話とかも書かれていて世界史で習ったことの間骨と骨の間の肉の部分っていうのがいろいろ記述されていてでこれを読んでから世界史を学び始めるときっと 他の世界史の出来事もこういう何かいろんな理由付けがあって行われたんだろうなっていうふうに豊かに多分受容できるようになっていくと思うんですよね。とから世界史の初学者向けでもありますし世界史を学んだ後読んでみるといろんな事件とかがつながってきたりして本当にその名著だなという感想でございました。まあ、よかったらね書店で手に取って読んでみてください。 というわけで、新書と一緒でございました。ありがとうございました。